夢は遥か遠く感じても、教職を一歩一歩目指してきた。難しい採用試験の勉強、ここで教壇に立つ日を夢見て、どんなに高い壁があっても諦めない心が力になる。学び続けて自分を信じて、君が教える公民の世界、政治や経済、社会の光、若者たちが未来を描く。君がその知識を広げてゆく。知識だけじゃない心も育てて、教えるということは共に学ぶこと。生徒の未来に寄り添うために、成長し続ける自分でいいよ。試練があってもそれを乗り越えて、君の情熱が未来を照らす。焦らず進んで自分らしく、生徒と学ぶ公民の世界、政治や経済、社会の光、新しい世代が未来を学ぶ。その伴走者として君がいる。教員採用の通知の知らせが届いた。おめでとう、今が君のスタートライン。教え方や学び方をずっと学び続けて、自分を成長させよう。未来の生徒のために、生徒と学ぶ公民の世界、政治や経済、社会の光、新しい世代が未来を学ぶ。その伴走者として君がいる。政治や経済、社会の光、新しい世代が未来を学ぶ。その伴走者として君がいる。教え方や学び方をずっと学び続け